ありがとうございます。ね、いつもこれね、俺一人でやってるとこういうこと考えないんでね、はいはいはい、YouTube っぽいスタートがよくわからんですけど。これ、はい、どこのバイクになるんですか。これがですね、YC フランスフランスのメーカーですね。フランスのメーカーで、フランスのまあ、モタボンのメーカーの方がやってると。いや、なんかこの辺のステッカーのセンスがバリバリ中国っぽいなと思ってたんですけど、製造がですね、エンジンと中華モーキーっていう、はあはあはあ、まあ、普通のやっぱネットで売られてるものとどこが違うかというと、うん、もうノーマルの状態から軽量フライホイールであったり、ハイカムであったり、ハイコンプだったり、もう最初からもうエンジン自体はもうレース系の。ああ、なるほどね。オイルクーラーちゃんとあれもフィルターもオイルクーラー用の取り出しも。ああ、本当だ。クランクケースにちゃんと。なんかね、本当この辺のステッカーの種類だから、アンコールって何なんていう。アンコールとは。もうパチモンみたいな匂いがプンプンしますけどね、これ。でもこれパーツ、各パーツ見ると、なんかね、本当品質が良さそうに見えますよね、前のあいつと一緒で。はい、うん、自体はまあやっぱり中華なんですけど、うん、やっぱり作っている方がまたアダムレースなので大きいですもんね、ステップとか、ステップも大きかったり、うん、もう何よりあれですね、うん、すごいのは優しい。でかっ。そうなんですよ。え、でも前乗った時すっかすかやしたよ。すっかすかやした、うん、ただまあやっぱり挑戦したらですね、しっかり動いてくれる。へえ。あ、でも長さもかなり長い。あ、そうなんですよ。ストロークが相当長くて、よく動く足ですね。で、これがコンプレッション、ね、コンプレッションで、プリロードも変えれてね、スイングアームも、ね、ちゃんと純正とは思えないなんかクオリティで。そうなんですよ。なかなかの太さといいますか。で、この下も肉抜きかなと思ったらちゃんと、あ、裏側はちゃんと詰まる、ちゃんと詰まってる。こう、エチコーみたいな。エチコーじゃない。タイヤはこれは前は、12インチか。12インチです。前後12インチです。あ、これと一緒で。で、インジェクションじゃなくてキャブと。キャブです、ね。うん。ニッビーってこれ、なんて読むの？ニッビー。ニッビー。で、前はちゃんと今時のグロムっぽい光景も似たような。そうですね。倒立と。まあ、純正のグロムのサスより動く印象はあります。うん、そうですね、結構ほんと柔らかかったですもん、前乗った時。今回オイルを変えてますね、トップブリッジもね、ね、純正とは思えんような立派な、でポジションが3箇所選べるんで。あ、ほんとだ。そうなんですよ。なんでまあ、あの近くがいい人、遠くがいい人、車体自分の体重ね、車格、体格に合わせて、大人乗りと子供乗りで変えれるんじゃないかな、うん、これもともとどういう展開なんですか、 YCF、 SM、 どっちがメーカー名なんですか、 SM なんですか、全部が会社名、 SM が、あの SM、 こいつの名前本気で式に言うと SM、 F120、 で YCF がメーカー名。YCF というメーカーです。メーカーですね。 SM125、 SM、 え、 F120。 じゃあ他バリエーションがあるんですか。そうですね、他にも、この車格の状態でオフロードタイヤを変えたりとか、足のセッティング変えて、そういうことですね、うん、あとは 88cc とか 150cc、 結構排気量あるんですね。そうなんですよ。一番上になったら190、おお、めっちゃ速そうですね。レイトのアニマのエンジン、うん、20倍気量です。ちなみにこれが125でだいたい 10.8。え、これね、前乗った時一番に思ったんですけど、めちゃくちゃ速いやないですか。速いですね。 125cc のキャブ仕様でめちゃくちゃ速い。おお、出てくるなよ。10馬力なんですかあれ。一応10馬力らしいんですね。絶対出てるでしょ、もっと。10馬力以上のパワーを感じますね。車重がもちろんグロムより軽いんでしょうけど、車重がですね、まあ現状で燃料も入れて
80とかじゃいかないぐらい軽い。いやー相当でもこれ本当日本のメーカー見習ってほしいですよね。この辺のやっぱ純正パーツのクオリティを上げるっていうのはこれとかもう買えんでもええなと思いますもんね。ですね、もともとちゃんとなんか剛性も取れそうなスイングアームでギアのディスクはこんなに大きくなくていいだろうっていうぐらいでかいし、ですね、フロントぐらいですよ。かなりかっこいい。うん、そうですね。うん、いやもう本当単純にもうこれで十分ルックがいいというか、もうデザインがフランスのおかげか、うん、ちょいちょい中華エッセンスが入って、謎日本語が。で、お値段は？お値段はですね、一応この状態、というよりかはもう車体時価格段階で言えば、うん。安い安いでも安いっすよね。ですね。あと前なんかでも高騰気味って言ってたじゃないですか。 NR、 あ、そうなんですよ。と一緒に高騰気味と言いつつもその値段もともとそれでも高くなったという感じ。そうですね。でもこの子はやっぱり NR の高騰具合と比べるとまだ比較的ああ値打ちかな。あ、2、3近いとっていいですか。気の向くままに乗ってますこれですよね、この加速。あ、速い。おー、すごい。というわけでね、爆速でございます。